ママは適当だよ。そうだね。じゃあ何個？まさかシェフを疑ってるのか？へえ、本当にシェフのつもりなんだ。ママがいないときはね。知らないよ。よし、線を抜いた。確かにここに置いたのに、うん、おーい、鍵を応答せよ。まったく、もう二度とあの店で買わないぞ。バスでも行けますよね。バス停はすぐそこだし。確かにね、明暗だ、マックス。そうそう、バスはいいですよ。15分おきに来るし、おじさんとおばさんと買い物袋を乗せる場所もいっぱいあるし、環境にもいいし。もうそのつもりだよ。ではバス停に行こう。ジョイスに怒られなきゃいいが。今日のマックス絶対おかしい。大丈夫？クロエやったよ大成功だよちょっと、ちゃんと聞いてる、マクシーン。LA の友達は、オレゴン今、マクシーンって呼んだ。この夏は一度も雨降らなかった。ごめん。マックスって呼ぶ約束だよね。そう、怒らないで。お詫びの印に、後であれ渡すからさ。何ぼーっとしてんの？なんか様子が変だよ。大丈夫？やっぱり、ボルテックスに入れたの間違いだったな。コートニーは誰も入れたくないんでしょ？そんなこと言ってないし。ウォーレン、ステラと付き合ってるの？そんな、何もかもめちゃくちゃだ。他には何が変わったの？クロエは？
マックスじゃないか。一体いつシアトルから帰ってきたんだい。またこうやって君に会えるとは思わなかったよ。いえ、あのクロエは今どこに。クロエは君とはずっと会いたがってたんだ。待ってて。クロエ、お客さんだよ。